武田塾イングリッシュ用の遺跡です。武田塾イングリッシュディレクターの森田です。今度よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。いや、イギリスとかオーストラリア留学したいんだけど。そうか、武田塾イングリッシュチャンネルでアイルスの情報をゲットしよう。ん、全然アイルスの情報上げてねえじゃん。え、何からやったらいいんだよ。おい、お前これやろやないか。お前しっかり見とかんか。お前ということで、こちら IELTS 総合対策の全パート総合対策になります。これをやれば本当に全ての情報が盛り込まれているので、効率的にスコアアップを達成が可能です。おお、小谷先生教えてください。20年以上 IELTS を指導されているイギリス人の方とメインでちょっと一緒にさせていただいたという、初めての IELTS という全ての受験者の方を対象した一冊になっております。なるほど、はい。まあ、いわゆる総合対策本ってやつですね。そうですね、はい。これ武田塾イングリッシュの確かルートにも入ってます、入ったという情報なんですけども、はい、どんな本なのかね、うん、特徴を教えていただけますか。そうですね、これはあの主に4技能全てが入ってます。もちろんそういったあのテストの各パートですね、リーディング、リスニング、ライティング、スピーキング、4技能の各基本情報から、まあ、いわゆるテストのテクニックですね、はいはい、どういった点形を取れば点数が上がるかとか、まあ、こういったところを気をつけないと点数下がってしまうとか、まあ、そういったところも含まれてます、うん、そして何よりも留学後に必要なスキルやマインドっていうのを盛り込んでおりますので、実際にこれで学んだことが留学で生きてくるという、そういったコンセプトをもとに作らせていただいた、はい、それはあれですか、コラムみたいな感じで入ってるってことですか。まあ、そうですね、あのコラムも入れさせてもらってますし、うん、実際に問題を解く中で身につくって、そういう形も取らせてもらってます。なるほど、はい、このリスニングで出てきてるこの表現はこういう場面で使われることがあるから覚えておいてねみたいな、そういう感じですかね。そうですね、ライティング、スピーキングも全ての要素が、うん、こう留学っていうのに結びついてると思っていただければ。なるほど、はい、まさに留学のための一冊という感じになっていると。はい、全ての、 あの問題を網羅してますので、これ一冊で本当に基本的な情報は得れますので、まあ、これプラス一般的にその公式問題集っていう、うんうん、まあ、ケンブリッジ出版が出しているものなんですけども、それと合わせてやっていただくのが一番効果的だと思います。おすすめの使い方とかあります、それ以外に。そうですね、はい、あの実はあの最初に本当に基本的な情報が盛り込まれてますので、うん、それをまずしっかりと日本語で読んでいただくのがいいと思いますね、うん、もう一つはその先ほどお伝えしたその公式問題集ありますので、そちらの日本語が一切書かれてないので、確かにやはりこのこっちでその対策方法といいますか、テストスキルというのを身につけていただいて並行してやってもらうのが一番いいと思いますね。そうですね、公式の方は本当に英語だけですし、別にね解説なんかないぜみたいな感じですからね。なのでそれだけやっててもやっぱりやり方っていうのはなかなか身につかないと思いますし、なんだかよくわかんないライティングの模範解答もついてますからね。この点数の答えはこんな感じみたいなので書いてあって、何の解説もないみたいな。確かにやっぱりやり方知っておかないといけませんからね、まあ、ライティングの、ね、やつだけでもパターンでこんなのがあるとかっていうのはね、やはり知っておかなきゃいけない。 SW スペシャルっていうのがあるんだ。そうですね、あのこれスピーキングライティングに特化したページといいますか、章チャプターなんですけども、はいはい、まあ、ここがいわゆるマインドであったりとか、うんうん、まあ、必要なスキルですよね。例えば実際にエッセイを書くときにこういった単語は使ってダメですよとか、こういうふうに書くんですよっていうのを情報を載せさせてもらっていて、はい、コヒージョン意識すればスコアアップとか、はい、パラフレーズとかもありますね、うん、そうですね、そういう書く上で気をつけなきゃいけないよみたいなこととかが盛り込まれてるっていう感じですね。そうですね、あのちょっとライティングに関してお伝えしますと、頻度っていうのを非常に重視してますので、こういった分野に絞ってやってください、あるいはこういったエッセイのタイプですね、うん、に絞ってやってくださいっていうのを本当にあの絞って効率的に勉強できるようにっていうのを心がけてますので。あとはレベル別のなんかアンサーとかありましたね、このレベルのアンサーはこんな感じみたいなのは。そうですね、はい、あのスピーキングに関してなんですけれども、まあ、いろんなあのスコアを目指される方がいらっしゃるので、まあ、できるだけある程度いろんな回答のバラエティがあった方がいいかなということで、まあ、実際にその一緒に書かせてもらった試験官の方に見ていただいて、まあ、これだったらこれぐらいかなというのをちょっと、うんうん、あの判断してもらって載せさせていただいてます。あとなんかいいなと思ったのが、モデルエッセイのところでマーカーっぽいのが引いてあるように見えるところがあって。そうですね、これは先ほどお伝えしたコーヒージョンというちょっとマイナーなあのちょっと難しい若干専門用語になってしまうんですけども、いわゆるエッセイとエッセイの文章同士のつながりを意識しないと読む側の人ですね、ネイティブスピーカーあまりこう理解してもらえないので、まあ、そういったところを意識して書いてくださいねっていうのが、まあ、このちょっと印付けさせてもらいます。そうですね、これ非常に大事になりますね。そうですね、日本人が非常に苦手としていますね、うん、なんか名前だけだと本当にアイエルツ初めてやる人向けなのかなと思ったんですけど、すでにアイエルツ受けてるっていう人に関してもスコアアップのコツを知るっていう意味で結構お勧めできる気がしますね、うん、実際に英語力は受けられる方、まあ、まちまちなんですね、うん、初め
からある程度英語できる方もいらっしゃれば、英語なかなか苦手な方もいらっしゃるので、まあ、そういった全ての初めて受験される方に、まあ、作ったみたいな。そしてなんと今回この本がサイン付きで視聴者1名の方にプレゼント企画があるということなので、応募方法はですね、コメント欄にIELTS何点をいつまでに取るのかというですね、目標を宣言してもらうというスタイルでコメント欄に書いていただいて、1週間から10日ぐらいですかね、当選者を決めてまたこちらからちょっと連絡させていただきますので、うん、ということで今回は小谷先生に初めてのIELTS全般総合対策紹介してもらいました。このチャンネルでは英語学習や留学、英語資格に関する情報を発信していきます。何か質問ですね、僕たちに聞きたいことがあったら、ぜひぜひコメント欄に残していってください。 Leave comments below.